はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。ね、今週は今週日曜日はですね、総裁選がある上にですね、昨日から恒大集団の倒産するんちゃうかという話ですね。もう世界中の株価がですね、ふにゃふにゃとなってまして、で国内ではね、総裁選で、河野が行くんかみたいな話になってますけど、なんか今週は楽しいですね、いろいろあってさて、ポストセブン見てましたらね、面白い記事見つけます、これは9月21日今日の7時に出た週刊ポストからの記事ですね。引きずり下ろされた菅首相の逆襲が始まる、河野内閣で官房長官で復活説もって、ほんまかいなっていう記事ですけど、ポストセブンこのサイト貼っときますけどね、ちょっと長いんで、かいつまんでいきたいと思います。河野氏は9月13日に 2A のもう一人の政敵である石破氏と会談し、あ、ちょっと待って、これちゃうわ、いきなり3ページ目最初からいきますとですね、こうなんか菅さんの恨み深そうな顔が映ってますけど、後手後手だと批判されたコロナ対策ではワクチン検査パッケージという出口戦略を発表を、あ、これはええか、最初の仕掛けは二階博氏の幹事長を外したと、要は菅さんが降ろされた経緯っていうのを説明してるんですけど、岸田氏の出馬表明で劣勢に立たされた菅首相の元に閣僚など複数のルートを通じて安倍さんと麻生さんは二階幹事長を交代させることが総選挙で総理を支持する条件と言っているという情報が入る。それを鵜呑みにした首相は二階氏を官邸に招いて交代の方針を告げた。8月30日、それは菅二階を罹患させる 2A の計略だった。 2A というのは安倍麻生です。二階氏を交代させる方針を決めても麻生派、細田派では若手が菅首相の再選に反対し、 2A の首相支持の約束を守られなかった。目論みが外れた菅首相は総選挙を先送りしようと、総裁選を送りしようと9月中旬解散を決意する。だが党内に反対論が吹き出し、安倍氏から電話で総裁選は予定通り実施すべきだ、今解散すべきでないと強く反対され、解散権を封じられた。これは菅さんの側近の話ですね。進退極まった菅首相は最後の賭けに出る。内閣改造、党役員人事を行って河野氏を幹事長など要職に横滑りさせ、求心力を回復しようとした。それに立ち塞がったのは麻生氏だった。菅首相の要請に河野氏起用を固くなとして癌として認めなかった。河野お前と一緒に沈める気かって言うたという話ですけども、それは麻生さん後でそんな言うてへんわって訴えんでとかって言うてありますね。ほんまかどうか知りませんけど、二階派幹部の河村武雄元官房長官は9月11日の地元の支援者集会で菅首相が二階氏を外そうとしたことについて、菅首相が生まれたのは誰のおかげだったかという声が出てきたと指摘し、自ら墓穴を掘ったと苦言を呈したと報じられている各共同通信。それでまあ結局ですね、降ろされてしまうわけですね。降ろされても自ら不出馬を証明、不出馬出ませんというふうに表明をいたしました。で今の市議に至ってるんですけど、なんかね、今になってね、ワクチンちゃうわ、コロナ収まってきたでしょ今やったら降ろすというかならへんのちゃうかなという気しますけどね。はっきりと収まってきましたね。だからよかったやん、菅さんの頑張ったおかげやんということになっていた可能性があります。だからちょっとタイミング悪かったですね、あの菅さんもね、もともとタイミングの悪い人なんですけどいや、運もね、実力のうちと言いますからね。でこっからですね、菅さんがですね、こう仕掛けていきます。今度は逆に菅首相が 2A の足元に罹患の刑を仕掛ける番だった、
麻生派では幹部の甘利明氏らベテラン組に岸田氏を支持する声が強く、麻生氏も河野はまだ早いと出馬を認めていなかったが、菅首相に背中を押された河野氏は出馬に動く。河野氏は連日麻生氏と会い、9月9日には3時間にわたって会談した。麻生氏は俺出馬や止めないが支持はしないという立場から、やるならしっかりやれと容認する。自民党の掟では派閥領袖の麻生氏のお墨付きを得たことで、河野氏は派内の中堅若手に公然と支持を求めることができるようになった、麻生派は岸田支持のベテラン組と河野支持の中堅若手に大きな亀裂が入った。菅首相は麻生氏に一矢報いたのだと、まあね、さらに安倍氏の出身派閥細田派でも若手のクーデターが起きたと、まあ、これは読みませんけど、十何人がですね河野支持に回ったという話が書いてあります。で、菅さんとしてはですね、何としても自分の子分みたいなもんである河野太郎ちゃんをですね首相にしたいと、総裁にしたいと、まあ首相ですね、同じですね、総裁にしたいと。ところがですね、安倍麻生という2A はですね河野だけにはさせたくないと思ってるわけですね、まあその一つの理由はですね、あれですね、河野氏が石橋と組んだということですね。で安倍さんには逆らってきた小泉進次郎もそこについているということですね。で河野内閣になればですね、2A 安倍さん麻生さんのところのベテランさんたちは要職につけない、一気に若返ってしまう、もう君らもうええで早う引退してという、あえてロートル組に入れられてしまうわけですね。それは嫌やというのがですね安倍麻生ラインです。安倍麻生ラインは河野でなければいいというところで、もともと岸田推しだったんですね。で高市さんも出てきてまして、安倍氏はまあ細田派第1回目投票で高市でええやんと思ってたんですけど、なかなかそこには行って集まっていないわけですね。で今人気はですね河野太郎ちゃん一番人気でございまして、長老支持の岸田派さんどうなるんでしょうという感じでございます。高市さんが懸命に追い上げているという構図でございます。でまあ野田さんを出したのは2回ちゃうあれですね、野田さんを出したのはあれ河野さん潰しですね、河野票をちょっとでもそう取ろうと、第1回投票で過半数を河野さん過半数させてしまうとまずいということでですね、野田さんが出てきました。さてさて、この後ね河野内閣ができたらですね菅さんが影の官房長官になるかもしれへんとかですね、表の官房長官でも誰級かもわからんでと、あるいはこうあれですね、安倍内閣がですね麻生さんをずっと副総理財務省とかしてるようにですね、重要閣僚に菅さんを起用するというのはありえるやろなということですね。さすがに官房長官に戻るというのはちょっとないかも分かりませんけども、でも影の官房長官ぐらいはやるかも分かりませんし、無任所長とかなんとかして河野さんのそばでですねご意見番みたいなことになるのかもしれませんね。十分ありえますね。で菅さんは今全力を挙げて河野さんを応援してですね、安倍麻生に一矢報いたいというなんかメラメラと復讐の念に燃えてるというちょっと前まで仲良しやったのにね、ほんまにまあですね、政治というのは政治家の世界って温州の世界ですね、ほんまにね、昨日の友は今日の敵みたいなですね、その逆もまたしかりということでございまして、今週は総裁選ウィークでもありますし、そこにまた恒大の、ね、話が出てきて、まあ、幸いなことにコロナが収まりかけていると、まあ、分かりませんけどね、第6波というのは来るのかもしれませんけど、まあ、そういうことでございましてですね、このポスト7の記事、今私どうでしょうね、半分も読
読んでいないと思います。3ページにわたる記事ですけども、なかなかですね読み応えのあるおもろという感じの記事でございまして、菅さんがいかにですね 2A からひどい仕打ちを受けて、復讐すんでこの野郎つってあのメラメラやってるというところがですね、そういう捉え方で書かれている記事なんで結構面白いし、まあある程度納得もできますね。はい、ということでこれ貼っておきますので、読みたいという方はぜひ、読んでみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。